こんばんは、メイトです。本日の動画は、ファッション動画やっていきたいと思います。本編構成はこちらになってます。過去動画もぜひご覧ください。概要欄、コメント欄に記載します。それでは、本編、どうぞ。本日紹介するメンバーは、もちろん7人全員となっております。早速見ていきましょう。どうぞ。まず1人目はガンちゃんです。こちらは5月4日に公開されたインスタの画像となっております。こちらのシャツは、クロムハーツのルーズエンドロングスリーブチェックとなっております。お値段は、続いてこちらのベルトは、クロムハーツの3ピースクラシック OTJ ベルトとなっております。お値段は、続いてこちらのパンツは、クロムハーツのカーペンタークロスパッチパンツとなっております。お値段は、こちらのベルトとパンツは以前の動画で紹介しております。まだ見てない人はぜひチェックしてください。続いては、ナオトさんです。こちらも同じく5月4日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらのシャツは、ヒューマンメイドとカウズのメイドグラフィック T シャツとなっております。お値段は、続いてこちらのジャケットは、サンローランのダメージデニムジャケットとなっております。お値段は、続いては、ケンちゃんです。こちらは5月4日に公開された X でのポストとなっております。こちらのジャケットは、ワンピースオブロックの型番が S4193X となっております。お値段は、こちらは4月13日に公開されたインスタでも着用しております。気になる人はこちらのタグからぜひチェックしてください。また4月30日の今市くんのライブ観戦でも同じようなジャケットを着用されております。他のメンバーの衣装が気になる方は1個前の動画チェックしてください。続いてはエリーさんです。こちらのジャケットはメルビンスのコーデュロイフラワージップジャケットとなっております。お値段は、続いてこちらのパンツは、アーギュカルチャーのスタッツワイドカーゴパンツとなっております。お値段は、続いては直樹さんです。こちらのシャツは、サカイとサンサーフのショートスリーブシャツとなっております。お値段は、続いては、今市くんです。こちらのジャケットは、セントマイケルのダメージデニムジャケットとなっております。お値段は、最後は、おみさんです。こちらのサングラスは、ジェントルモンスターとメゾンマルジェラの型番が MM10801 となっております。お値段は、続いてこちらのシャツは、
プラダのロゴデニムシャツとなっております。お値段は、続いてこちらのブーツはバレンシアガのブルドーザー編み上げブーツとなっております。お値段は、続いては今市くんです。こちらは5月6日に公開されたインスタの画像となっております。こちらのバッグはフェンディの FF ジャカードファブリックバックパックとなっております。お値段は、続いてこちらのスニーカーはフェンディのフロースニーカーとなっております。お値段は、ちなみにジャケットはまだです。続いてはナオトさんです。こちらも同じく5月6日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらのシャツはスタジオセブンのデニムショートスリーブシャツとなっております。お値段は、続いてもナオトさんです。こちらは5月7日に公開された X でのポストとなっております。こちらのシャツはスタジオセブンのフォトグラフィックショートスリーブティービーチとなっております。お値段は、続いてこちらのジャケットはスタジオセブンのパデットジップV ネックカバーオールとなっております。お値段は、続いてこちらのパンツはスタジオセブンのダブル2デニムパンツとなっております。お値段は、最後にお知らせです。5月4日のリリイベにて直樹さんのソロイベントを開催することが決定しております。6月22日土曜日、お値段は8250円です。以上、3代目ファッション動画でした。